LDJPY。上に、はる。はい、シグナル来ましたね。はい、勝ちました。はい、時間切れね。USDJPY。下に、売る。GBPJPY。上に、貼る。NZDJPY。上に、貼る。別にサバーって意味なんですね。まあいいですよね。イニューアルジュエシビー。
ちましたね。こんな感じだといいんじゃないかと思うんだけどね。ね、LDJPY上に貼る。これやられちゃった。あーってやつね、それ。URJPY。NZDJPY
なこれ。
EURUSB。上に貼る。Windows 10のファイル移動でちょっと悩まされたっていうのもあるわ、本当に。LDJPY 下に振る。これは負けだな。うん、GBPJPY 下に振る。このとこ多く負けたね。4本負けたね。これしょうがないね。EURUSB。下に振る。
勝ちましたね。訓練は必要ですけれども、このように少しずつ、まあ4万円450円ですね、少し落ちまして落ちたりすることありますけどもね、稼げるね、自分になるということが分かります。現在までですけどね、今後分かりませんけどね、今後保証できません。今まではね、通用しますよということですね。EWSB。ちょっとこれ、ね、ここでいいのかね。あ、違うとこ打っちゃったね。ELUSB ってちょっと動きが入らなかったんですね。まあ、しょうがない。ELUSB が、ね、ちょっと間違っちゃった。他国間違っちゃってね。ね。本当だったら、これ ERESだったね。ね。これが倍なんだ。上の方上がったわね。ここで買ったらまずいかかったかな。まあいいでしょう。上がってるからね。なんとか最強だね、このシグナルはね。30秒用の、30秒用のシグナルですね。30秒用の半前尾先生の、シグナルですね。2016年ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になり1億円近く投資をしておりました半前尾先生です。今のところこれ最強だと思うんですね、このインジケーター。30秒用のね、インジケーターなんですね。これを発明しました。ね。これが最強。ね、ちょっとやってね、今日やって、41,400円の利益ですね。全部でやってますけどね。35,000円だから、1日で、10万ずつ投資したら360万と、ね。1日で360万稼げるわけですね。まあもうちょっと金額を多くすればね、投資してればね。5万ずつだから、ね、まあ170万ぐらい。ね。1日で170万ぐらい稼げるみたいですね。だもうちょっと多く打てばね、1回にたくさんバサバサと打てばいいわけですから。そうしたら、だいたい500万ぐらい。1日で500万ぐらい稼げる。慣れたら500万ぐらい稼げるんじゃないですかね。でシグナル数も多いしね、1時間に2個ぐらいは必ず来ますから、シグナルがね。これが半間陽先生の最強の投資戦術ですね。あのね、一番30秒って難しいんですよ。で、変化が多くて一番難しいんだけど、
短期で稼げるでしょ。長く待ってられないとお金稼ぐのに ね。早く稼ぎたいと。ね。15分とかやっても15分待たないといけないんですよ。30秒はもうすぐ決まるからね。で、一番難しいから、一番稼ぎづらいけども、それを頑張んなければ、バイナリーオプションスペシャリストの先生が私がね、それで一番難しいので勝てなかったら通用しないよと。ね、私は通用しないから、やっぱり一番難しいチャレンジをしようと思ったね。規則性が非常にない、ね、難しい。30秒はもう全然動きが短くて難しいと。これを読むという一番難しいのをね、チャレンジしてるわけですね。で、それでこうに勝てるというふうにね、力つければ、ね、自分のためになるということですね。まあ、300万ですけどね、このインジケーターはね。デモで30万。ね、これまた、ちゃんと用意しておきますから。リースですよ。1年間で300万。ね。1日で300万稼げますから。1日代のね、まあ安いでしょ、リース代とかね。サンプルは30万ですけどね。本物300万買ったら、キャッシュバックしますから、30万返します。頭下げて買う人しか売りません。ね、で、あと、訓練必要です。こんなに難しいです。スペシャリストやっても汗抱いてて、うまくいかないことはさっき6連敗ぐらいしましたよ。ね、でまた戻してきましたけどね、特訓しないとダメです。私もまだちょっと特訓足んないですけど、もうちょっと特訓しますけどね。このインジケーターは最強です。30秒、ね、このように勝ち越してるわけですよね。勝ち越してるんですよね。41,400円で、ね、これ最初の1,000円でやってますから、10万ずつとしたら400万ですよ。ね。1日で稼ぐの。ね。どうもありがとうございます。